よろしくお願いします。はい、さあではキャラクター選択画面で今度はシルバーを選んでいただきましょう。必ず勝つ、必ず勝つって言いましたそうですね、シルバーは熱血タイプのキャラクターなんで、はい、おー、そういう個性も出ていいですね。そうですね、あの、うん、今回シルバーを選んだということはこのチームが、ベクター、シルバー、ブレイズの3人のチームになるんですけども、はいはい、このレース中にキャラクターがそのチームメイトがいろいろ喋りかけてくるところもこのゲームの面白さの一つですので、プレイヤーのシルバーだけではなくてチームメイトのベクターとかブレイズがの喋りとかも楽しんでいただければなと思います。はい、皆さんご注目ください。さあそれではいきますよ、1スタート。はい、まずこのマーケットストリートですけども、このヨーロッパ調の、街並み、お気づきの方はいるかと思うんですけども、これ実はあのソニックワールドアドベンチャーに登場した、オレンジルーフスが舞台となっているステージ、はい、コースになってます。なのでこの石畳の、街並み、街の中をコースとして使うと言ったところが他のコースとの違いですね。またちょっと違うんですかね、走るなんて言うでしょう、滑りと言いますか、はい、あとこういうあの水道橋の橋とかをこう垂直に、壁をこう走りながらという横向きってことですか。はい、ちょっとトリッキーな形のコースすごい一気に駆け抜ける。アイテムボックスもらえますかとか出てます、はい、あ、ちょっと待ってください、気球の上を、あ、そうですね、バウンドして気球をジャンプするという、すごい、はい、これからあのオレンジルーフの街並みの走り、街並みのコースとして走ります。これ懐かしくて嬉しいなという方もいらっしゃるでしょうねそうですね、あと音楽とかもあの昔のオレンジルーフの楽曲をアレンジして、作ってますので、あのファンの方にはあのすごく懐かしく感じるんじゃないかなと思います。あとそういうところのテクニックタイプの、シルバーですけども、先ほどお話した人ように、ハンドリング性能がいいっていうのと、あとまあリングを吸い寄せる、それと、このコースの外にある芝生とかですね、これ通常ソニックタトだと減速しちゃうんですけども、シルバーだとそういうところも減速せずに走れるという効果があります。なるほど。でこの水道橋ですけど、2周目はこう水が噴出しているので、水に当たらないように、なるほど、右側じゃなくて左側を走るのが今、ね、いい感じでしたね。はい、この区域には来ないと思うが、本当だ、会話が随分繰り広げられてますねそう、随分高いな。あとも原作の、オレンジルーフスもそうだったんですけども、あのこのゲームでもね、この街の屋根の上とかも、コースとして、走れることになってますので、屋根の上、はい、この今街並みのところに屋根があるんですけども、その上もコースになってます。なるほど、はい、後ほどまずそこも、走ってもらいます。はい、分かりました、楽しみですね。はい、じゃあブーストたまりました。お、これ迫力あるなこのすごいあのちょっと早いんで、あの、はい、使う場所を間違えちゃうと逆にあの壁に当たったりしてしまうので、もったいないですね、はい、よくコースを熟知した上でこう使ってもらえると。はい、今、シルバーが4位3位ですね。はい、あ、左側に順位が出てますね。はい、そうですね、あの画面の左側に、3つのキャラクターがセットになった、アイコンがあるんですけども、はい、これで今、チームがそれぞれ何位かっていうのがリアルタイムで分かるようになってます、なので今は、チームダークとチームベクターで今接戦のところですね。一気に飛べた、はい、じゃあ屋根の上を、屋根の上をファイナルラップなんで、はい、これはオレンジルーフ、はい、わすごい、あ、落ちた、あすごいですね、本当にいろんなところを接戦ですね、はい、走ることができるんですね。
はい、ゴールです。わー、シルバーが3位、ベクターが2位、ブレイズが7位という結果ですけども、チームとして、はい、どうだったかというところが最後ここで結果で表示されます、うん、はい、さあどうでしょうか。ドキドキしますね。送って、うん、ベクターとシルバーが結構いい順位にいるので、はい、期待はできると思いますけども、もう最後までわからないところがまたちょっとドキドキして楽しいですね。そうですね。おあーっと、ギルドを使いまして、最も基本的なウィスプサーキットというコースで、うん、プレイをお見せしたいと思います。はい、ではまずはあのスピードタイプのソニック、はい、いつでも行けるぜ、はい、さあこのようにキャラクターを選択して進めてまいりますが、やっぱりプレイするタイプによってプレイの仕方も変わりますよね。そうですね、スピード、パワー、テクニックそれぞれをのどのキャラクターを使うかによってだいぶ、プレイの仕方も変わってきますし、ショートカットとかも変わってきますので。あ、はいはい、お、始まりましたよ。はい、これが先ほどご紹介したチームアクションですね、うん、はい、じゃあ飛ばす。で今回は、チームソニックを選んだということで、はい、このナックルズ、テイルズ、ソニックという、チームでプレイしたいと思います。はい、スタート。さあ始まりました。はい、まずあの味方のテイルズが今先行していますので、はい、このテイルズが作っているこの黄色いラインですね、はいはい、これがラインブーストのラインになります。この上を走ることによってたまるっていうことですよね。そういうことですね、はい、これはそれぞれあの先頭を走っているものがこのラインを出しますので、今はナックルズがチームの中で先頭を走っているということですね。なるほど。あ、今ソニックが、はい、今目の前の、ブレイズが今赤くついてたと思うんですけど、はい、これがあのライバルチームになります。なるほど。このライバルチームを攻撃すると、ボーナスポイントが入ると。今当たっちゃいかっこいいプレーって言ってたんで、かっこよく走ってくださいね。あのこれ画面上に3人の顔が出てるんですが、このように見えるんですね、画面上で、はい、そうですね、あの自分のキャラクターの顔は左上に、それとチームメイトはそれぞれ、下の方に表示されていますので、今自分のチームメイトが順位何位なのかっていうのがリアルタイムで分かるようになってます。なるほど。そうすると今ナックルズが一番11位でちょっと遅れているので、はい、まあ、できるだけナックルズにアイテムを渡して、彼に頑張ってもらいたいなと、はいはい、いうことで今こうやってアイテムを転送してあげたわけです。今何かポンと出ましたよね、はい、で今、チームアルティメットゲージが溜まりましたので、はい、ここでちょっとアルティメットブーストやってみましょうか。やってみましょうか。はい、おー、はい、これが、最速のブーストですね。すごい。いやー、ソニック回りましたね。そうですね、空中であのエアートリックを行うことができまして、まあ、それにすることによって着地時にブーストが生まれるというそういう効果もあります。あ、今なんかタイヤに突っ込んじゃいましたけど。苦戦しているようです。はい、今ナックルズが、トップを走ってまして、はい、ソニックが、あ、今抜かしましたね。ソニック1位に踊れました。すごい。今これアイテム、ナックルズがソニックに、アイテムいりますかって今、出ましたね、言ってたんですけども、まあ、このようにチームメイトも自分にアイテムをくれることがありますので、うそういうのも活用していくといいと思います。これ本当です。あ、ゴールした。はい、まあ、途中いろいろありましたけど、うまくいきました。ソニックは無事1位でしたけども、テイルズとナックルズがちょっと遅れちゃったんで、まあ、通常のレースですとここでまあ1位取ってよかったねで終わりなんですけども、そうですよね、まあ、今回のチームレースということで、チームでの順位をが最後の、結果になりますので、まあ、ここでさてチームが何位になるのかっていうのが、なるほど、そこそれまでわからないというわけです。そうですね、はい、これで見事、チームソニックが1位と、やったー、ウィナ